俺の志。橘の戦に負けはない。 松の山に陣取る小早川の様子がおかしい。奴が裏切れば即西軍本陣を狙う。本陣を襲われば、この戦は終わる。手負いのまま戦われても迷惑なだけだ。一度本陣に戻る。手当てをせ。とも、わかりました。俺が戻るまで粘ってくださいよ。 雪ならの危機、見過ごせぬ。橘の手を舐めるな。
体制を整えた後、再び加勢しようぞ! とでも言いたいのか。 Thank you.
三成を同時に狙っていた。やはり家康は叶う相手だった。だがここで敵を少しでも多く打って三成は助かる。 勝負はもうつきました。これまでです。開門。
このままでは総崩れだ。お前は一人体制を立て直す。義経、進まぬ。逃がすわけにはいかないんだ。俺たちの家、この富の民、もう一度ガチの勝負だ。今度こそ泣かす。言うこと聞かす。任せよ。 任せろ。だからお前は信じて秀吉様のところへ行け。義経、お前は敗者君の子となっても一人冷静に戦を立て直そうとしているのだ。 俺は、ここで死ぬわけにはいかんのだ。酒を行かずし。高虎は引いたか。俺も一旦陣に引き、戦況を見極めよう。